お送りしたのはザ・ブルーハーツでラブレター。これはラジオネームホットマンさんからいただきました。先日の電話についてのお話、とても心に響きました。電話については私もつい相手が迷惑しないようになどと遠慮してきました。友人と飲みに行くことがなくなった今、改めて振り返ると、電話連絡してきた友人の方がメール連絡してきた友人よりも明らかに覚えていますし、感情の揺らぎも思い出せます。メールが悪いという意味ではないですが、気にかけているよという言葉にないメッセージを残せる人の心との触れ合いやぬくもりがあることが大切なんだなと思いました。そのぬくもりが回り回って自分にも返ってくる、これが自然の摂理なのかもしれないとも思いました。ありがとうございます。声を聞くって大事なんじゃないのかなって本当に最近思いますし、自分でもちょこちょこ電話をかけるようにしてるんですけども、かけたら実は仕事があんまりうまくいってなくって、ちょっと不安で落ちてる時に急に電話かけてきてくれたからすごく嬉しいとか、そう言われて自分も嬉しかったり、本当に声って大事で、僕は LINE もやらないって言ってますけども、とにかくテキストの文字を見ると相手が何を考えてるのかがわからないっていうのがすごく嫌いで、絵文字がないとわからないじゃないですか。だけどその絵文字もなんだかなっていうのもすごくありますし、だったら声がいいなと思うんですけども、リクエストのラブレター、自分の中ではとっくに書けてると思っていて、書けていなかった盲点リストに入りますね。今さらラブレターがもう書けちゃってるよって思いつつ、一応と思ってリストを調べたら書けてなかったという名曲だと思います。